タレ君です。マイカです。チャップラタ君です。チャップ。今日は復縁5年記念日ということで、まずは乾杯しよう。いつもありがとう。ありがとう。乾杯。乾杯。で今日は、うん、復縁5年日記念やから、復縁5年やから、みんなにインスタで質問をいっぱい募集したから、それを答えていきたいと思います。イエーイ。イエーイ。じゃあもうね。早速やろう。やっていこう。お別れしていた期間、お互いに恋人ありましたか？これ、ほんまに正直に。そうやな。ちょっとこの場を借りて。もう5年経ったし、うん、秘密があるならここで言おうと。ここで言おう。うわ、やばい、汗かいてきた。やばい。やべ、なんで汗かいてんねん。おい、なんで汗かいてんねん。僕な、僕自動なんやろ。やばい、めっちゃ汗かいてきた。絶対ほんなら悪いことしてるよ。悪くはないけど、別れてるから。なんか俺ちっちゃないほんで。じゃあごめん、マイク雑魚とかやから、これで下がろう。あ、ちっちゃだ。あ、これ、いやいやいや。なんか、恋人みたいになるな。恋人みたいになるな。いや、恋人かわいいわ。正直に？正直に。そう、誰かがいたか。お互いに恋人はいたかってこと。オッケー。せーの、いた。いない。嘘ってわかるやろ、こんな顔見たら。嘘ってわかるやろ、わかる。ほんまにいない。いや、なんか言われた瞬間に、やられたって思った。あんまり言えばよかったって、なんかも。正直に言ってこうか。うん。俺ら、いないな。うん。いないです。付き合ってないね。え、ほんまやな。さゆかほんまにたまにこういう嘘つくんでね。嘘ついて一回なんか他でも別れかけてるしね。うん。これなんかマジでじゃ誰かマジでこういうなんていうのガチの嘘、普段あんま、まあ普段もちょっと盛り癖とかはあるけど、なんかガチの嘘だけど本気で隠しに行くから。それほんまに隠さなあかんことはほんまに隠すね。うん、だからほんまにほんまにちゃあるよな。ちゃあるいっちゃあるで、そんなそれからの嘘つきやもんな俺って、うん、いや否定して根っからの嘘つきではないやろ。え、なんか、オールモスト。オールモスト、英語見てる。オールモスト素直やね、マジで。うん、ほとんどは素直。そう、もうほとんどは素直やし、ほんまに誰かの言い部分やねんけど、うん、あ、こんなの知らないね、ほんまに前かおらん？おらんよ。え？おらんよ。俺は前かのことマジ信じてるから。ありがとう。うん。なんか今のありがとう怪しいな。いや、マジで今のありがとう怪しいし、さっきの汗かきもちょっとさ、なんか、ちょっと匂わせてたやん。ちゃって、そこは否定できないで。もしここでタル君に、俺ってカミングアウトされたらどうしようって言われて。そっちな、自分が言ったらの方じゃない。そういうことだ、そっちの汗ね。あ、オッケー、ほんなら安心、ほんなら安心、オッケー。次ね、はい。具体的にどんなことが理由で一度別れる決断したのか教えていただきたいです。うん、まず、服装とか、口出してくる。はい、1。別れた理由 1。そう。言ってたな。バカにしてくる。バカにしてくる。バカにしてきてたっていうか、私としては、デートだから、うん、可愛い服を、はいはいはい、って思ったりして、はい、スカートもめっちゃ履いてたし、あとまあ、まあ何やろ、ガーリー系の服なんかな、うん、とかも着てた。日によるけど。普通に。でも、基本タル君と会う時はスカート履いてたの、ミニスカート、うん、そしたら、なんかそれとかを、タル君よく思わなくて、なんかスカートばっかじゃない、なんかスカートあんま似合ってない気がするよとか、なんかえ、ぶりっ子じゃないみたいな、え、そんな服ぶりっ子じゃないみたいな感じのこととかを言ってきたわけ。はい、すべて真実です。そうで、まあそれ以外にもいろいろ、あと、あ、でそれを言われた時にマジで言い返せなくて。そうやな。そう、なんか結構そういう時、今やったらえ、あんたもさ、服、それダサくない？え、どういう格好とかで言う、言い返す、そこまでは言わんけど、まあ、言い返すけど、絶対言われたら、これ、マイカは可愛いと思って着てるから、とか言えるけど、うん、今やったら。でも、その時は、言えなかったから、そうやな。ただ、もう言われて、あ、そっか、みたいな。かわいそう。めっちゃかわいそう。楽しみにしてな、張り切った服装、そんな言われて、そう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 、最低な彼氏よ、ほんま。だから、うん、なんか、もうじゃあズボン履こうみたいな
そうやな。そう、感じでズボン履いたりとか、なんかまあしてたわけ。あの、ズボンに関してだけ、スカートに関してだけ、一つだけ言い訳させてもらいたいんやけど、うん、あの、なんていうの、このやっぱ、こう足をさ、見られたりするのが嫌やなと思って、うんうん、俺ら大学やっちゃうからさ、うんうん、学校にも履いてってたら、ほんま、あかんあかん、マイカ、マイカが見られると思って、うん、だから俺はそれでやめてほしかった。うん、俺とのデートはまずスカートで来てほしかったんやけど、ちょっとそこはね。でもまあそこもまあコミュニケーション不足や、ね。そう、不足やね。うん。だからマイカは、あ、タル君との時は履かんとこうみたいな、うん。そう、だから学校の時だけ履くっていうスカート。一番真逆の結果になったんやな。そう。と、マイカがめっちゃ覚えてるのは、うん、あの、うんこなる。伝説のうんこなる。え、マジで、あの、うんこなっていう、あの、トイレの個室で、こうやって自撮りしたやつを、なんかいきなり送ってきて、なんかマジでさ、なんかそういうのとか、ちょっと嫌やからさ、嫌やからっていうか、普通に、ちょっと引いた。あれも、じゃあ理由があるね。うん、その前かに、付き合って2、3ヶ月の時に、トイレで、自撮りで、うんこなっていうのを送ったんやけど、ね、うん、その、ビーニーみたいな、ニット帽、うん、買って、うん、俺の中ではもうこのニット帽がめっちゃかっこよくて、うん、その自分のニット帽姿がめっちゃイケメンやと思った、うん、で、このイケメン姿をマルカにアピールしたいと、うん、見せたいと、うん、思った時に、これどう似合ってるとか、うん、このビーニー買ってんとか今やったら正直言える、うん、ただあの時は言われへんから、うん、こうなんか、なんか ポッピーに伝えたかったよ、うんうん、面白プラス、うんうんうん、実はこっちを伝えたいよみたいな、うん、それで送った、ね、うんこなるっていうのはね、うん、ほんならまさかのそれがまあまあ ふわふわ分かれる原因になるっていうえ、なんかさ、ほんまにまだタル君の今のこういうキャラ出てなかったやん。出てなかったな。付き合った最初の頃はほんまに全然お互いのこと知らへん状態だったから、うん、タル君の表面の部分優しいなーってぐらいやったわけ、うん、最初の 1,2 ヶ月はもちろん好きやね、うん、やけど、そう、うんこなきた時は本当に引いた。今で言うカエルかみたいな感じなんかな。もうなんかあんまないよね、なんか彼氏のカエルかとかで TikTok とかあるやん、うん、それでこういろいろ、あ、これカエルかなるんや、うん、なるんやみたいな、うん、あるけど、うんこなは見たことない。うんこなやばいな。うんこなほんまにやばいやな。まあなんかそういう感じの他にもあるけど、他にもね、とにかくなんか、うん、俺がめっちゃ嫌なやつやった。嫌というか、なんか。あとあれや。思い出した。これも言っていい。付き合って、2ヶ月ぐらいかな、うん、の時に、万博公園行って、うん、で、普通に、あの、マイカがパッて手繋いで。うん、マイカから。そうそうそう。こんなドラマでキュンみたいなシーンやな。そう。うん。そんなら、まさか、手振りほどかれて、なんかそういうのとか。じゃあ俺は恥ずかしかったよ、あれ。この、こんなみんなお前で手つなぐなんてもう考えられないと思って。それタル君毎回言い訳で使うけど、うん、人おらんかったから、マイカも人おったら恥ずかしいから、だからそのエキスポとかも行ったけどさ、エキスポとかじゃなくてさ、うん、万博の人あんまおらん、なんかお花畑みたいなところで、なんかこっちも勇気出して手つないだのに、うん、なんか振りほどかれて。じゃあ人一人はおったよ、人一人は絶対おった。だってその後さ、ほんまに人おらん奥の方のなんか椅子みたいなとこ行って、なんかハグとかはしたやん。え、マジで記憶にないねんけど。俺それめっちゃ記憶にあんねんけど。え、マジ？うん。一人で恥ずかしかったね。っていう感じやんな。うん。そういうのが、まあいろいろあって、で、結果、まあ言えなかったから、うん、それを。言えたら解決できないんだけど。で、もうなんか、もういいや、みたいな。正直、大学1年生、2年生か。とかした、なんかまあいいかなみたいな、それをこう言う方がめんどくさいというか、自分的に、うん、それをこういうところが嫌だとか言って揉めるのも嫌やし、もう別れようって思って別れたな、うん、だから言ってない、理由は言わずに別れたよな。もう冷めたから別れる。そうや、別れた時は理由言われへんかった。うん1個の質問にどんだけ時間がある。まあ長くなるよね、うん、この分かれた理由は。長なんねん、うん、まだまだ話せる。これで一本いったな。これで一個の動画になるぐらいは話せるよな、うん、まだありますよね。復縁して良かったこと教えてください。あ、復縁して良かったことな、うん、何俺は、
また前方の思い出を増やせれること、うん、何その人のけどさ、うん、復縁してよかったけどさ、うん、その復縁した理由が、うん、全体的にはマイカが不満を俺に言えない、うん、自分で食べ込んでしまう、うんうんうん、けど一回別れたことによって、うん、言えるようになった。そう、なんかちょっと友達関係みたいな感じに戻って、うん、言えるようになったよ、うん、やっぱその関係をゲットできたっていうのが一番でかい、うん、よかったこと。それはよかった、うん、マイカもそれ思った。そこやなって俺見た瞬間ピンと思った。よかった、ピンと思った、うん、それが一番よかったことやな。そうやな。そっからもなんかまあいろいろさ、うん、お互いぶつかることは何回もあるけど、うんうん、まあなんか一番最初の壁やったんかもね。そうやな、言えるようになったからこそ喧嘩もできるようになったし、うん、そうそうそう。だって喧嘩したことなかったんだ。なかった、最初の4ヶ月、3ヶ月、うん、なかった、うん、俺だからほんまにずっと円満やと思ってたもん。ほんなら急に別れよって言われて、えお互い別れてる期間に復縁はないなっていう気持ちはなかったですか。別れてる期間に復縁ないなって。前かあった、じゃあ前かは復縁ないなって思ってた。復縁ないなって思ってた、うん、別れてる時、うん、ないなって思ってた。俺もないなって思ってた。やのに復縁してる、うん、俺たち、うん、これって奇跡やん。テルテンテテンテルテンテテンてんてテンテテン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 やな。食べさすぎたな俺は、うん、この別れてる期間、うん、前かに振られて、うん、1週間ぐらいかな、ほんまにもう喉に何も通らないみたいな時間があって、うん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 、もうお母さんも心配するぐらい言うから、うんうんうん、もうしんどくてもういいやと思って、うん、もう切り替えよう、うんうん、人生いっぱい他にもいろんな人おるし、うん、前に進み出そうとしたの、うん、ほんならマイクからピコンって LINE 来て、うんうん、俺もその瞬間に引き戻された。あの、せっかくこう気持ちをこうガーやったのにグイーンって戻ってきて、で開いたらなんか俺が一回マイクにさイヤホンをあげてんな、うん、無線イヤホン、うんうん、あの頃は AirPods なんて多分全然流行ってない時代やから、うんうん、なんか3000円ぐらいの安いやつやけど、うん、ならその片っぽをなくしたと、うん、っていうか別れた時から一個なくしてて、うん、それが見つかった、うんっていうラインが来た、マイカから。そんなラインやった。そんなライン。で、俺はそれ見た時に、うん、え、こんなラインいちいち送ってくるって、うん、好きや俺のこと、うん、と思ってもうこっからあワンチャン復縁あるなって気持ちになった、うん、はいはいはい、なるほどね、うん、マイカになんであのライン送ったの。だからマイカはまず復縁ないなって思ってたんやけど、うん、マジでタル君とその付き合っててさ、うん、冷めていく過程の中で、うん、悲しい過程冷めていく過程の中でほんまにマイカたちって初めて会ってから1週間ぐらいで付き合ったから、うん、あんまお互いのことを知らずに付き合ったわけ。そう、この人生で初めて会ったからな。そう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 、元友達とかじゃないから。そうそうそう、だからなんかほんまに彼氏としてのタル君しか知らないわけだから、うん、友達期間とかがなかったからさ、うん、別れるか迷ってる間、うん、ずっとなんかマジで友達として出会いたかったなって思って。俺のことなんか人間味とかはほんなら好きやったんや。あ、そう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 、うん、そうだよ。だから例えばうんこなって送られてきてもさ、うん、鼻毛がいつも出ててもさ、うん、正直友達やったら全然何も思わんし、それで友達やったら別にいらんくない、そんな友達うんこなると鼻毛出てる友達は別にいらんくない。じゃあじゃあじゃあなんかわかる、友達で、あ、そういう友達が欲しいっていう意味じゃなくて、うんこなる友達からな、友達からうんこなってさ写真が送られてきてももう別に何も思わないよね。あの、別にそれでさ友達やめようとか思わんや、うん。あ、なんかうんこなるでほんまに、じゃこれさうんこうんこ言いすぎてさバンだったらいいやん。あれやけどさ、なんていうマルコっていうか、あ、マルコ、オッケー、マルコなるって送られてきてさ、うん、もっとなんかキモい写真、本物のマルコとか、うん、ほんまに嫌いで、ほんまにマルコなるでほんまのマルコはほんまにキモすぎ絶好、それはマジで絶好するしやけど、まあ自撮りやからそうやな、あのビーニーのかっこいい姿は見せたかっただけやから。そう、でも後ろにさあの流すみたいなボタンあるっていうだからそれやったら男友達とかからもしどれ来ても、うん、何やねこいつスタンプみたいな感じで終わるじゃん、とかトイレ自撮りすなよで終わりに、うん、
彼氏やったら、彼氏やったらなんかで彼氏でしかも付き合いたてやったら、付き合いたてね、今日何やケロ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 そういう意味で、あの他の部分で面白かったからすごいさ、ありがとう。え、でもタル君ってタル君に似てる人ってあんまおらんと思う、前かの人生でタル君に似てるって人マジでおらん。めっちゃ嬉しいよ。何やろなんか顔似てるとかはあんで、顔似てるとかはあるけど、なんかキャラとしてなんかこんな笑いに全振りしてるっていう。してない逆に恥ずかしいから、なんか笑いお笑い芸人でもないのに笑いに全振りしてるとか言われたらさ、プレッシャーえぐいしさそんなしてないし、まあ、笑いに全振りしてるって言ったら言い方悪いか、言い方悪いか、ちょっと語弊があるけど、語弊があるな、なんかあんまいない。あ、ありがとう。わけだから、なんかそういう意味でほんまに友達になりたかったなって、友達として出会いたかったってマジで思ったし、プラス、まあ、4ヶ月しか付き合ってないわけやから、うん、全然ここから友達になれるくねみたいな、うんうん、なんかこの人材を失うのはもったいないってマジで思ったの、本気で。本気で、あ、採用係やさ、そう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 、採用担当としてやっぱりさ確保することは大事で貴重な、うん、確かにそのタル君の気持ち、その振られてさ落ち込んでるとかはマジ全く知らんかったから、うん、で最後別れる時も最後電話やったんけど、その時の感じとかもさ、うん、結構まあ軽い感じやったんや、うん、にしたよ、あのそうでも電話越しゃそうやんな、これから元気でな、ほんま楽しい日々やった、怒んなよ。マイクからしたら、軽い感じ、うん、だからマイクはもう、え、なんか、え、これで終わったんやみたいな感じやったし、うん、LINE でなんかありがとうみたいなの送った時も、うん、なんか1行ぐらいやったから、タル君は。懐かしいっすね。マイクはなんかまあ5行ぐらい書いたけど、タル君はなんか1行ぐらいやったから、あ、全然これいけんじゃないって思った。引きずってないんじゃない？そう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 。だから、え、友達として仲良くできるやんって思った。うん、まだまやかちゃんの気持ちがないときにタル君からの LINE ってめんどくさくなかったですか？そうみどっちやねん。俺からの LINE めんどかったんか、めんどくなかった、嬉しかったんか、正直に答えてみ。今もし絶対カメラとか回ってなくて俺が聞いたら、うん、でめんどくやったら、でめんどくやって気持ちでやるみたいな感じやるけど、もう今は正直に答えてくれ。これもカメラで、もうここも嘘をついてはいけないゾーン。あ、そう。あ、そうなんやめて。あ、そうなんやめてもらっていい。え、けどマジで忘れたんやけど。うわ、逃げたな。え、逃げた。でもな、え、マジで覚えてないんやけどさ。で、え、でもめんどくさとか思った記憶はないよ。なんか LINE よくする人やし。ちょっと正直になったな。ちょっとあの、しっかり正直には言わなかったけど、もうめんどくさくはないよ。嬉しいとこもなかった。俺からの LINE。正直に言ってみんよ。元彼からの LINE 嬉しかったんちゃうの。元彼から LINE くんねんで。しかもちょっと長めで絵文字付きの LINE がくんねんで、元彼から。嬉しかったよ。めんどくさかった？え？嬉しかったよ。なあ。元彼から絵文字付き LINE。ちょっと待って、ほんまに思い出すけど。嬉しかったよ。でも、まあ普通に。うん。うん、めんどくさくはなかった。正直じゃないの。正直じゃないな。絶対嬉しかったとは言わん。めんどくさくはなかった。正直やな。逆やわ。正直やわ。正直やわ。もう今こことかやったら別に、嬉しかったでいいのに。確かに。めんどくさくはなかったって言うってことはめっちゃ正直やわ。なんか。この前、振られてから初めて二人で出かけたら、帰り際に頭を撫でられました。どういうこと？どういうこと？え、これどういうこと？どういうこと？え、これちょ、恋愛マスター、マイカちゃん、どう思いますか？俺らが復縁、別れてる期間に、うん、ほな、バイバイって言った時に、あ、そっか、俺振られた側か。この頭とか撫でられたら、絶対俺のこと好きやんってなるで。これはけどあれやな。腕利きやね。腕利きやわ。そうやな、ちょっと、どっちかわからんね。何が？え、何と何？ほんまに、
復縁したいなって思ってて、うん、なんかちょっとその振ったことを後悔してる系なのか、でもなんか撫でてきたりとかするのは自分のことを好きではいてほしいみたいな、ちょっとあのいや悪男、そう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 、遊び人みたいな、そう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 感じの、言ってる、どっちか好きでさ、うん、今の位置の方でさ、うんうん、これできる、ハイレベルやで、ね、これえ、だからもう調子乗っちゃってんかもね、ああまだ絶対好きやなみたいな、向こう俺のこと絶対好きやな、そうそうそう絶対好きやなみたいな、ちょっとあれか恋愛ドラカンドラとか見すぎてる男子系かも、それ多分見すぎてるな、ちょっと主人公なってるわ、うん、俺ならできるってなってるわ、なんか自分がさ振った側やからさ、まだ好きでいてくれてるから、うん、なんか優越感よみたいな、ね、優越感思ってるやつあるよね、好きや、それってどうするべき、うん、私も好きやからさ、その相手の優越感にやっぱ乗っかってさ、復縁までこぎつけるべきか、いや、なんか、マイカはこれ違いますか、マイカはこれはもうしっかり注意しを持って、うん、それでなんかあーやった、なんでられたってなったら、うん、ちゃんとそうそう、相手は絶対なんか、えもしかしてもう未練ないんかなぐらいの方が良くない、復縁できるくない、うまいね、俺もこれでどんなに苦しめられたことか、え、どういうもう調子乗らへんじゃん俺ほんまも、どういうの逆やろ、え 逆やのに、逆やけど、うん、じゃあもうそれだけじゃなしに前からこうやって相手の心理をねうまくこう考えてね自分が弱い立場になれるようにしっかりとね立ち回るわけ、こうやって、いやめっちゃさやばい人間、そうだよやっぱり人間なんだよ、もう俺はいつもやばい前からマイクシュッシュッ、ゲームだ、ゲームみたいな、そう、ほんまそんな感じなんよ、うまいねこれ参考に、いやマジでうまくはないよ、けどマジそれモテ遊んだりしてないよ、モテ遊ぶじゃないね、うん、なんていうのこのなんていうのこのうまい立ち位置というかマイク、こう俺が、うん、あのマイク絶対俺のこと好き調子乗っちゃおうみたいな雰囲気にはなれへんなれへんなれへんねん、しっかりその辺の立ち回りがうまい、で、それはいいことよ。え？どういう部分で？例えば、うん、たまに、うん、昔とか言ってきてるのね。なんか調子とか乗ってたら全然振るからみたいな。なんかそういう。なんかそういう類の。そういうジャンルのやつ。怖いねんけど。なんか、うん、あの調子乗ったら私は全然私、一人でもいけるからみたいな。なんちゃうか。これ、あの、めっちゃもっぱら嘘つきました。なあ、そんな言った記憶まずないやん。何やろ、例えばね、あ、だから浮気したらマジで別れるとか、あ、それとかもジャンルの一つ、あ、そういうこと、え、でもそれは別によくない、え、いいけど、ちょっとまあなんかマジ浮気する人とかマジいらんからみたいな感じやったら、うん、それしにくいみたいな感じ、浮気しにくい、ほんままあ、せんとしてあかんけどしてあかんけど、確かにせんといてないより、うん、そっちの方が効果あり、そう、いや、めっちゃあるよ、あ強い意志がありますね、そうそこはほんまに強い意志がある、冷められて別れた後復縁したため不安です、どんなことに気をつけながら付き合うべきですか、だからタルクの立場、タルクの立場やな、あ、俺の立場、あ、それ僕は全然不安じゃなかったって言ってたかな、過去、いや不安やったって言ってたかな、不安やったって言ってた気もするな、うん、けど今考え、今の俺の記憶で不安じゃなくて、うんうん、冷められた理由が、うん、あの俺のせいやったからさ、うんうんうん、言ったら俺がなんて、あ、確かに不安やったか、不安やったか、うん、その俺がもまた同じようなことをやってしまって冷められた不安やけど、うん、逆になんていう、何をしたらあかんかみたいな、うんうん、ある程度は分かってるから、うん、なんか不安のジャンルがちゃうというか、だから一回冷められた理由が分かってたら、そうそうそう、まあ、対策できるみたいな、そう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 、そういうこと、ね、そういうこと、復縁活動中です就職活動みたいな雰囲気で言っていく感じ恋人時代あだ名で呼んでいたんですが、別れた今はなんて呼んだらいいと思う、そのままじゃない、そのままやな、え、でもさ、なんか例えばけどあだ名がさ、うん、わちゃわちゃとか、確かにそれはきついかもな、別れてからもわちゃわちゃとか、タル君とかやったらまあいいや、うん、確かに、わちゃわちゃで考えるときついな学校とかでもな、ラブラブとかでさわちゃわちゃ、まちゃまちゃー言うてな、確かに、別れたらさ、なんて言おう、めっちゃ気まずいな、確かに、急にいつも前かこれのまちゃまちゃ言うてんのに、わたるくんとか言ってきたら、うん、
なんかめっちゃ距離感じて悲しいな。確かに。うわ、別れたいなってめっちゃ実感するわ。え、でも復縁活動中やからどっちがいい？ほんまや、復縁活動中やったら、なんか逆に学校とかでさ、学校、はい、こうやって別れてからな、会うやん、うん、ね、あ、わちゃわちゃちょっとキュンというか、まだ戻れるのかもというか、うん、なんか距離を近く感じるかも。これってけどさ、そのどっちが振ったかによって関係するから。確かに確かに確かに。どっちやったらいいんや、振った側、振られた側、振られた人は呼ばれて嬉しいんじゃない。そうやな、振った側が言う分には OK、うん、振ってるんやったらそのわちゃわちゃで呼んだ方がいい、うんうんうん、え、もしマイカが振ったわけやん、うん、タル君がそのまままた会った時にわちゃわちゃ俺がもしまちゃまちゃって言ってどう思う？やってみて。あ、まちゃまちゃおはよう、今日授業行くんや。緊張してるからな。復縁一回別れて緊張してる。ああ。まちゃまちゃ引く。いや、まあ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 いいけど。きつってんなーって。でも帰られたら方が。あ、距離感じになってなるかも、うん、ちょっと寂しい気持ちになるかも。そうやね、やっぱそうやな、うん、寂しい気持ちになるよな、うんうんうん、振った側やったら読んでいけるけど、うん、振られた側やったらちょっと思考が必要、ちょっと考えすぎるね、これ、うん、って感じ。まあ、まちゃまちゃとかの場合ね、うん、好きな人ができたから別れたいと振られた場合、復縁できる見込みはあると思いますか？これもね、はあの、このさ、好きな人ができたから別れたい、うんうんが真実かどうかがまず大切じゃん。ああ、確かに確かに確かに。これがほんまに好きな人ができないんやったら、うん、復縁はちょっとその、うん、そのカップルの状況によるけど、うん、これが嘘の好きな人だった場合は、うんうん、ワンチャンあるんじゃないかと思います。確かにね、すごい、ほんまにそうだわほんまにそう思う。復縁の時タル君のこと好きでしたか？タル君の言葉を信じてもう一度好きになる努力をした感じ？気になる。復縁した時俺のこと好きやった？まあ好きやったけど、好きやったけど、なんかあの、なんていうの、自分の中でも、うん、もう一回好きになっていいんかなみたいな、あ、そのそういういろいろ今までの付き合ってた時の嫌なこととかがあったから、でタル君がもう絶対変わるみたいな感じだったな、うん、復縁する話をした時に前こうしてくれた時に、まやかは、いやでも一緒のこと繰り返すだけじゃないみたいな、うん、言って、でまあ 2,3 時間話し合ったんやけど、めっちゃすごいよだけどもう絶対変わるみたいな、めっちゃ思いを伝えた。で、まあじゃあもう一回付き合ってもいいかなみたいな、うん、すぐ、あ、嬉しいみたいな感じではなかったよね、正直、うん、マジで、めっちゃ、なんだろうね、振ったら絶対これから会うことはない、うん、そうやな、確かに。マジで友達じゃないから、友達じゃないっていうか、うん、あの学校とかも違うし、うん、家も遠かったし、もう普通に日常生活で会うことがないから、接しない。そうだからもう一生はないか付き合うかみたいな、究極の選択を迫られたわけ や、うん、あの夜。そう、うん、お前の前から気持ちも面白いやろ、うん、マイカからしたら究極。マイカちゃんはタル君を振った後後悔したことありましたか？おー、気になる、うん、いい質問ありがとう。いい質問でもまあほんまに後悔したことある。あるんや。これけどさ、ちょっとここで話しておきたい、うん、話しておきたいことがあるんだけど、うん、結局振る側と振られる側ってどっちの方がしんどいんやろ、うん、あ、これ俺気になんねん、ずっと答えが出ないんやけど、俺は正直振られる側しかないから、悲しい、振られる側しかないからさ、振られる側の方が絶対つらいと思うんやけど、前から昔さ、いや、振る側もしんどいよって言うてたよ。ここに俺は答えを出したい。前から今どっちだと思う？今も振る側の方がしんどいと思うタイプ。俺も圧倒的振られる側よ。でも前からは、今まで振られたシチュエーションがなんか、あんまっていうのもあるんかもやけど、あ、しっかりこう振られたことないんす。そうなんか、いや、腹立つな。振られたことしかなくて振られよ。いやけど、ほんまに振る側っていうのは自分で決めてるわけやん。確かに。だからなんか言わんかったらそのまま付き合えるわけやん。確かに。その振られることがなければな。言うたら俺は義務教育みたいな。
義務で選択してないやん。あ、そうそうそう。俺義務教育で前から大学ではここ選んだみたいな。そうそう。わかりにくい。なんか自分で選んだからこそ、そういう戻りにくいやん、言うたら。確かに。なんか自分で決めたのにってなるし、なんか自問自答タイムある。そう、別れるまでも自問自答。バイト中とか、今これ大吹き吹いてんねんけど。あ、大吹き、これ大吹きやったんや。誰がわかんねん。言わんかったら絶対わからんかった。地球とかで、うん、吹きながら。大吹きとかしながらさ、しながら、うん、しながら、なんか、別れてよかったんかなとか、別れる前もなんか、もう別れた方がいいんかなって。そこ大吹いて。大吹きの時間が。けどこれも、え、時給発生してる。時給発生してる。あ、いいな。その考えてる間も時給発生する。時給発生してる。あ、いいや、いいや、それ。大吹きながら、あー、でもなぁ、好きなんかな、好きじゃないかなぁ。すげぇ、映画の回想シーンみたいな。なんか、そういう感じの、で、悩んで、で、いつ言うかとかもさ。確かにね、タイミングとかむずいな。私の場合は、その、言おうと思ってなかったからさ。まだ悩んでたけど。伝説の鳥貴族や。そう、悩んで、まだ、もうどうしようって台吹いてさ、毎回悩んでたけど、タル君に最近、なんか、冷たくないみたいな。なんか、LINE の返事遅くないみたいな感じで言われて、言わざるを得なくなったよ。うわ、でも俺はあの時に耐えてたら、普通に話し合って別れずに、次のステップに進む、まあ、可能性もあったよな。まあ言ってたから今があるかもしれないから分からんけど、あの伝説の鳥貴族ね。確かにけど、フール側も大変じゃ大変だ。だから、で、もしタル君が、もうほんまに、そういう友達とかには戻りたくないって言ったら、もう終わりなわけよ。わかる？ああ、もう一生俺とは会えない、うん。そう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 。確かにこの振られる側としてはもう別にもう言われたし、うん、何回か粘ったけど無理やった。うん。ああ、もう無理やな。もう切ろう。次行こう。確かに。振られる。ああ、なんか、え、なんか、やばい、圧倒されてる圧倒されてる。広い言おうかな。でも、その、めっちゃ好きっていう、この絶頂で振られた気持ちは想像できない。できへんやろ。うん。お前に応援強。お前電柱殴るから。絶頂で振られたら電池、気になるって、でしかもカタツムリいっぱい、ナメクジいっぱいで、で、ナメクジつくみたいな被害に被る。マジで。うん、だからそれはそっちの方がしんどいかな。だからあれかもね、なんか、またそのさ、別のしんどさかも、ね。そうやな。急に振られたら、その単発的なしんどさ、うん、その約1週間のしんどさ、ゲロやけど、前かあの振る側はさ、まあまあロング期間むっちゃ悩んで悩んで悩んでみたいな、肌荒れしちゃうみたいな感じちゃうの。ああ。肌荒れはツルツルやったな。わからんけど、部屋散らかっちゃうって感じ。うん、それいつもやないかい。マジでそれ悩み多い時ってほんまに部屋散らかる。ああ、ほんと最近も悩み多いんやな。いや、まだまし、これはまあノーマルで、最近はノーマルでやけど、もう悩みよかったらほんまに服とかも決まらんくなってるから。ああ。ずっと悩んでるから。服とかも。復縁してから別れようという話にはなりませんでしたか。おでも、復縁して、まあ5年くらい、あ、5年くらいっていうかまあ5年、5年記念入れとんねんな。5年経ったわけ。で、まあ3回ぐらいあった。あったね。別れ話。あったよ。一回が、復縁してほんまに2、3ヶ月ぐらいの時に、あって、事件が。うん、まあ、悪いな、全部右のやつだよ。右のやつ。画面反転してることいろいろ。画面反転しといてくれ。で、悪いことしちゃって、それで。浮気とかではないんで。うん、まあ浮気ではないけどさ、そういう感じ。あ、浮気ジャンル、まあ、ジャンルで言うとそう。浮気ではないけど、なんかまあ隠してたみたいな。まあ、隠し事みたいな、ね。そう。一回、そこまで行って、はい。隠し事がまず多かったの。のあったね、3つぐらい隠し事しちゃってて、うん、それを、こう、一個聞いてさ、ほんで、それ、解決しそうになって、話し合い終わりそうになった時に、もう他隠してることないやんな、って電話で、もう朝4時ぐらいまで電話してたんやけど。若くしてることあるんやったら今のうちってなって絶対もうないやろっていう感じでよ、もう締めとしてもう今のうち言っときやって言ったら雑炊みたいな雰囲気だよな。実はってどこ出てきたさ、でもちょっとそれはみたいな、ちょっといやちょっとそれ無理かもなみたいな感じ。あれがちで言うかめっちゃ迷ってたわ。で
ほんでそれ解決して、その次の週ぐらいにもなんか面白いことをまたやらかしちゃったわけ。やばかったね、いろいろこう来た。そう厄年やわあれ、ほんまに俺の厄年。次の週にもう一回同じようなことがあった時に、いやちょっともう無理やでっていう感じになる、うん、でほんまにもう別れるぐらいの感じになったな。そういう話になりましたね。次がタル君の倦怠期。倦怠期ね。またけどこれマイカが言ってんねんな、別れようっていうのは。うん、タル君が倦怠期の時に、まあ冷たい対応みたいなのを2週間、3週間ぐらいかな、うん、冷たい対応されて、でも、うん、別れようって言いましたね。うん、あともう一回が去年。去年。これも倦怠期の YouTube 上がってると思うけど、うん、の時に私がまあ倦怠期みたいな感じになって、ちょっと別れた方がいいんかなみたいな感じの話はしてました、ね、うん、そうしましたね、うん、なんか歴史の教科書とか書けそうやな俺ら2020年何月ぐらい、うん、やっぱり復縁してからさ話し合えるっていうか喧嘩もできるし、お互い言えるようになったから、何回も別れずに、うん、話し合って慣れ込んできたよね、うん、え、まやかちゃんたちを見て勇気をもらって復縁しましたって、10月で2年記念日になります。嬉しい、おめでとうございます。嬉しい、心があったかくなる、ありがとう報告って感じ、うん、嬉しいな、うん、お幸せになってください。よりより逆にまたこの動画でさ、うん、勇気になって復縁カップできたりとか。そうな、それではこんな感じでたくさん質問が、たくさん質問ありがとうございました。ありがとうございます、うん、本当にやっぱ質問がおもろいわ、またやるな、うん、じゃあ思い出せるしな、そういろいろね、なんかさ復縁の話さ、この話、うん、多分いろんな動画でさちょいちょいちょくちょくしてると思うやん、うん、だからなんか変わってそうでさ、確かになんかこれと言ってるのと違くねみたいな、うん、ありそうやんな。けど過去って変わるもんやから、記憶が過去は変わる、過去は変えれる、過去変わる、逆か、そういうの未来は変えるか、記憶が変わるからさ、うん、記憶変わっていいからな、うん、逆になんか今やから言えてることもあるかもしれんし、うん、な確かに改変していこう、うん、ここ改変してしまってると思う、改変して、うん、絶対してる。それで今日も最後まで見てありがとうございました。アリマテンチ、かわいいな俺ら、うん、かわいいな、かわいい、かわいい、バイバーイ、やりまてきー。